さあやってまいりました、究極のキャラデッキ選手権。お互いにかっこいいモンスターを出しまくって、お互いに究極のキャラデッキ盤面を作ろうというのが本企画でございます。普段のデュエルでは絶対に見ることのできない究極の盤面をお見せできるかと思います。盤面作りのために攻撃しなかったり早送りやカットも挟みますが、ご了承ください。それでは参りましょう。キングのデュエルはエンターテイメントでなければならない。行くぞ優勢。コンボパーツをまず集めなければならないからな。とりあえずコンボパーツが集まるまで早送りをしよう。ターンエンド、惜しみなく行くぞ。俺のターン。さあそろそろコンボパーツが揃いそうだ。よし、まずは強欲な壺実質発動。カードを2枚ドロー。さらにシューナーモンスター、レッドリゾネーター、レッドリゾネーターを攻撃表示で召喚。レッドリゾネーターのモンスター効果、発動。あんまり星野さんの声は邪魔しないようにいくぜ。ウーライオン、ワイルドワインド。そしてレベル4のワイルドワインドにレベル2レッドリゾネーターをチューニング。シンクロ召喚。若き竜よ、エンマを呼び起こす道を照らし出せ。シンクロ召喚。いでよレッドライジングドラゴン。きたー、レッドライジングドラゴンのモンスター効果。レッドライジングドラゴンのモンスター効果。墓地のチューナーモンスター相手を特殊召喚。チューナーモンスター、レッドリゾネーター。そしてレッドリゾネーターのモンスター効果発動。レッドリゾネーターの効果発動。ライフポイントを2100回復していく。そしてレベル6レッドライジングドラゴンにレベル2レッドリゾネーターをチューニング。シンクロ召喚。王者の鼓動、今ここに列をなす天地明道の力を見るがいい。シンクロ召喚。我が魂レッドデーモンズドラゴン。あらあらろ、レッドデーモンズドラゴン。さらにリバースカードオープン。トラップカードオープン。シンクロコール。墓地のチューナーモンスター一体を特殊召喚し、フィールド上のチューナーモンスター、レッドリゾネーター。シンクロモンスターとレッドリゾネーターでさらにシンクロ召喚を行う。大山明道、山を裂き地の炎とともにその身を晒せ。シンクロ召喚。エンマ流レッドデーモンベリアル。うおー、さらにフィールド上にシンクロモンスターが存在する場合、このモンスターは手札から特殊召喚できる。シューナーモンスターグレートリゾネーター。さらにフィールド上に悪魔族シューナーモンスターが存在する場合、このモンスターも特殊召喚できる。フーライオンワイルドワインド。そしてレベル4のあれシンクロ、あれあれ、ああ、待て、レッドライジングドラゴンの制約効果か。これはバカな、やっべ、ミスった。自分はドラゴン族闇属性シンクロモンスターしかこのターンエクストラデッキから特殊召喚できない。ターンエンド。さあくっ、攻めてこい。行くぞ。このターンで圧倒的展開見せてやろうと思ったが、次のターンでデブリドラゴン見せてやるぜ、ユーセ。このぐらいで許してやるぜ。デブリドラゴンのモンスター効果、墓地の攻撃力500以下のモンスター1体を効果を無効にして特殊召喚できる。何？デブリドラゴン。ならばモンスターを特殊召喚。モンスター効果、力を貸してくれ。モンスターを特殊召喚。ドッペルウォールや手札から特殊召喚だぞ。正解を切り裂く一筋の閃光よ、魂を震わし世界に轟け。シンクロ召喚。何？閃光竜スターダスト。
そのモンスターは漫画版の優勢のエースモンスター。モンスター効果発動。何？モンスター効果発動。クリアエフェクターは新居召喚に使われた場合1枚ドロー。さらにドッペルウォリアはドッペルトークも攻撃表示で2体特殊召喚できる。よし、モンスターを優勢召喚。チューナーモンスターではないモンスターを出してどうするんだ。魔法カード発動。何？ナチュラチュー。力を貸してくれ。モンスターをシンクロ召喚。何？ピュアリス。そのモンスターはシンクロチューナー。押し流れる後紡がれる全ての思い、絆と共にこの世界を満たさん。アクセルシンクロ高麗せよ。新鮮交流スターラストクロニクル。バカな、アクセルシンクロだと。モンスター効果発動。魔法カード発動。さらにメクヨードシンクロ。何？押し流れる後に紡がれる全ての思い、絆と共にこの世界を満たさん。アクセルシンクロ高麗せよ。新鮮交流スターラストクロニクル。何？2体目のスターラストクロニクルをシンクロ召喚したらと。手札から魔法カード発動。シンクロチェンジ。高麗せよ。セイバースタードラゴン。ギャーかっけー優勢。魔法カード発動。メクロイドシンクロ。何？集いし願いが新たに輝く星となる。光さす道となれ。シンクロ召喚偽証せよ。スターダストドラゴン。かっこよすぎるぜ優勢。その盤面やばいな。モンスター効果。このカードをデッキに戻し、墓地のスターダストドラゴンをターンエンド。そう、もちろんそのシンクロチェンジで出したシンクロモンスターの効果は無効化される。優勢またしたな。キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない。新たな王者の脈動混沌の内より出よう。シンクロ召喚。誇り高きデーモンカオスキング。デーモンカオスキング新規の召喚。そしてデーモンカオスキングはレッドデーモンベリアルの効果発動。出てきた瞬間にリリースされるぜ。現れろ。再び王者の鼓動がどうのこうの。我が魂レッドデーモンズドラゴン。さらに手札よりマジックカードシンクロチェンジを発動。手札から魔法カード発動。レッドデーモンベリアルを除外し、レベルが同じモンスターを特殊召喚できる。大いなる魂セイバーデモンドラゴン。さらに手札よりマジックカードディファレントディメンションリバイバルを発動。手札を1枚墓地の国除外されているモンスターを特殊召喚できる。エンマリュレッドデーモンベリアル。待たせたな優勢。そして愚鈍の斧の装備、装備魔法発動。効果を無効にするぞ。レッドデーモンドラゴンのモンスター効果分な。スキル発動。行くぞ優勢。ちょっとその前にトップ見てもらおうか。これが究極盤面。レッドデーモンベリアル、セイバーデーモンドラゴン、レッドデーモンドラゴン、セイバースタードラゴン、スターダストクロニクル、そしてスターダストドラゴンが存在している。これこそが究極のキャラデッキ戦線。これが遊戯王デュエルリンクスだ。行くぜ優勢。キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない。全然来ねえ。ちょっと待って、エンターテインメントだけでもならないのセリフどこ。キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない。ライディングデュエルアクセラレーション。行くぜバトル。
どっから投げればいいんだ。こっからか。レッドデーモンベリアルの攻撃、グレートサビットブレイカー。サイバーデモンドラゴンを破壊。さらにサイバーデモンドラゴンの攻撃、アルティメットパワーフォース。ターラストクロニクルの効果発動。何？ソニックガード。ターラストクロニクルを破壊した場合の効果がある。デモンドラゴンのモンスター効果。それは向こうにあっている。それは向こう。ターラストクロニクルが破壊された時、効果発動。何？ドラゴン族シンクロモンスター一体を特殊召喚。閃光竜スターダスト。バカな。漫画版のスターダストとアニメ版のスターダストが揃ったらと。食らうがいい。攻撃だ。スターダストの効果、ソニックバリア。そのモンスターの効果で一旦に一度表側のカードを守ることができる。相当なものだ。強いぞ優勢。ただし優勢、それは向こう。セイバーデモン、それも向こう。モンスター効果、ターンエンド。優勢。この先にはもう道はない。諦めろ。俺は自分の限界を超えてみせる。俺のターン。ドロー。ならばモンスターを通常召喚。何？優勢、このモンスターを倒せるのか貴様の盤面。モンスター効果。バッバカな。俺は諦めない。ターンエンド。すでに勝敗は見えている。そう、俺のデッキにはカードがないぜ。絆を合わせ強者を倒す渾身の一撃、俺の魂に響いたぞ。ユセジャック、お前とのデュエルが俺に教えてくれた俺の魂に宿るもの。デッキ切れもエンターテイメントの一つである。